今日はヤマハみんなのオルガンピアノの本3より簡単な曲をご紹介します。指替え、指くぐりもゆっくり練習すれば必ずできるようになります。波長調の曲を弾くときは波長調のスケールをゆっくり練習してから弾くのがおすすめです。四分音符もゆっくりと練習しましょう。八分音符。弾いてみます。今度はバグパイプ、スコットランドの民族楽器でおなじみのバグパイプという曲です。波長調の曲を弾くときは波長調のスケールをゆっくりと練習してから弾くのがおすすめです。ゆっくりとリズムを変えてみたり速度を上げて指をしなやかに鍛えます。フレンチカンカンでおなじみの天国と地獄。Thank you.
丁寧に拍の長さも楽しく言葉をつけて覚えるのがおすすめです。波長調を練習している子は波長調のスケール、都庁長の曲を弾くときは都庁長のスケール、へ庁長を練習しているお子様はへ庁長のスケールをゆっくりと練習してから弾くのがおすすめです。ピアノ演奏のコツ、引き出しがたくさん身につきます。それではレッスンのご要望ご意見など090-1136-4041cpmkia4041@gmail.com になります。楽しい丸バツクイズに音当てクイズ、リズムアンサンブルも取り入れて、楽しいな、もっと弾いてみたいなという気持ちがピアノ上達にもつながります。それではまた、バイバイキン。